メジロザメはメジロザメ族に属するサメ。日本では別名であるヤジブカで呼ばれることが多い。全世界の温帯から熱帯の海に広く分布している。大西洋では最もよく見られる大型のサメの一つ。大西洋の東岸及び西岸、アフリカ沿岸から地中海、ペルシア湾、航海を含め東南アジア、オーストラリア、ハワイ、ガラパゴス諸島そして、 太平洋の東岸にまで広がる。最大で全長2 5 0トル体重1 1 7 9ラム平均的には1 8ル以下。オスは130から1 8 0ンチメートルメスは145から1 8 0トルで成熟する。形態的には第一背びれが大きいことが特徴である。配側の体色は灰色で、 複足に行くにつれて白色になる。基本的に海底付近で生活し、海表面までは上がってこない。英名のサンドバーが指す通り、ゴツゴツした岩場やサンゴ礁よりも平らな砂地を好む、ようである。大陸方や島の周囲に生息するが、漁港や川口付近にも出現する。定性の小魚や、糖塞類、甲殻類を主な餌としている。エイや小型のサメも、 捕食対象になる。夜間、活発に泳ぎ回って、餌を探す。体勢。メスは8から12ヶ月の妊娠期間を経て、約60センチメートルの子供を6から13尾産む。生まれてからしばらくは、オメジロザメなど大型のサメの捕食対象になるが、生魚になると天敵は、ほとんどいない。小さな餌を好むことと、ビーチや海の表面にあまり近づかないことから、 人間に対する危険性はほとんどない。ただしやや大型のサメであるため、全く危険でないとは言い切れず、手出しすべきではない。時に襲うこともあり、興奮すると突然噛みつくことがある。ありがとうございます。